辛坊堀江門、宇宙はこんなに近かった。何かと暗い話題の多かった日本、しかし未来はもっと明るいんです。日本を代表する実業家堀江門こと堀江貴文が今仕掛けているのは、なんと宇宙ロケット。この壮大な計画に辛坊治郎と神田愛花が迫る。市販品でネットつながって買えるようなものと、自分たちで作る部品を組み合わせるとロケットできちゃうから。そうです、ロケットエンジンいいそうだな、作りたいなと思って。よし、買おう。ホリエモンが仕掛けるのは宇宙ロケットの価格破壊。その鍵を握るのがものづくりの街、東大阪。ここはありとあらゆるネジを製造販売する三幸インダストリー。実はここのネジ2500本がロケットに使われているのです。ネジのロケットっていう、まるでネジが飛んでいくようなことを実現できるっていうのは非常にありがたいなと思います。ものづくりに関しては堀江さんもおっしゃってたんですけれども、ロケットで宇宙に行きたいというよりもものを作ってるっていうのがものづくりに関わってる人間としてはやりがいのあることですし、私も非常に大切なんじゃないかなというふうには思っています。問題、堀江門足す宇宙はロケット。では堀江門足す辛坊治郎、その答えは、辛坊堀江門、宇宙はこんなに近かった。人口の流れ星を好きな場所に流します。月に家を建てます。ユニークな宇宙ビジネスが次々に登場。すべては12月27日日曜午前11時25分。